ちゃこんにちは。はい。はい。ゆたかさん。はい。まだね、行き先が決まってなかった山川選手。そうだね。はい。どうやら決まったようです。はい。はい。ソフトバンク。うん。はい。これも大型契約ということで、4年総額16億円という報道が出てますが。まあそうだね。うん。まあ正式発表はね、うん、まあ来週行われるということなんだけども。はい。まあ数回にわたり、うん、まあ交渉を重ねた結果、うん、まあ決断したというね。ねえ、まあ、だけどファンの中では、うん、もう鼻からできてたんでしょっていう疑いはあっても、うん、なんて言うんだろう、まあ、西武がねの時に、うん、まあちょっと問題があってということで、この去就がどうなるかっていうことを、まあ、気をもんでた人もたくさんいると思うけども、うん、まあ、やっと決まったなというね、ねえ、まあ、やっと正式発表を来週するんだろうな、するんだなっていうのは、まあ、ちょっと感じたけどもね、うん、はい。なかなかね、難しいね、まあ、そうだな、タイミングではありましたけれどもね、うん、まあ、慎重にやらざるを得ない、うん、まあ、状況にもあったし環境にもあったというね、うん、まあ、そういうことだけども、まあ、1年間こう野球をやってない、うん、山川をね、まあ、練習はずっと続けてたけども、うん、まあ、実戦から遠ざかって、まあ、フェニックスに行って、はい、まあ、実戦をちょっと経験したけども、うん、まあ、このブランクがね、うん、まあ、どういうことになるのかっていうことを心配されてる方もいると思うけども、はい、まあ、そんなにはね影響はないかなっていうような感じはするね。なるほど。まあ、練習もしてるし、頭の中でイメージトレーニングもできるしね、うん、でフェニックスでホームランも打ってるし、うん、だからそういった意味では、まあ、この1年間のブランクっていうのは、まあ、そんなに、マイナスに考える必要はないかなという、うん、まあ、そんな感じがするよね。はい。で入って、まあ、おそらくファーストもしくは DH に入ってくるんだろうけども、うん、まあ、ソフトバンクの場合は、まあ、今年ねデスパイネをまた呼び戻して、はい、まあ、使ったりとかね、まあ、してたけども、まあ、そのぐらいこうバッティングという得点力不足に、まあ、悩んだ時期もあったしね。だから山川が入ることによって、まあ、非常に大きな戦力をね、うん、まあ、得るということにはなるんだけども、うんうん、ファーストに入った場合にじゃあ中村をどこで使うかとかで DH に使った場合柳田が DH に入るケースも多かったけども守備について万全なのかとか、まあ、いろいろこうでも相乗効果としては非常にこう戦力的に余裕が出てくるよねっていうような、うん、まあ、想像がするし、まあ、打つとしたら4番を任せると思うんだけども、はい、今年ファンから移籍したコンちゃんが、うん、まあ、4番をね最終的には打ってたんだけども、まあ、タイプ的にはやっぱり4番ではないし、うん、まあ、近藤が本当に2番に入れるような打順を組めれたらこれはなんか優勝により近づくかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがする、うん、まあ、そのためには、うん、その山川が本当に4番をしっかりね、まあ、1年間通して守ることができるかどうか、うん、そしたらまあ柳田も生きてくるだろうし、まあ、栗原も復活するだろうし、うん、まあ、中村がどこのポジションをねまた取るのかわからないけども、まあでも中村が1番に1番打てるような打順が組めるようになってくると、うん、またこれも強いしね、うん、まあ、一時期中村が1番打った時なんかはすごくソフトバンクっていうのは打順が流れるように機能してたし、うん、だからそういった意味ではその山川一人入ることによって周りも生きてくるかなっていうようなね、うん、まあそんな感じがするよ。まあいろいろな騒動がある前からねソフトバンクっていう名前は出てたりね、はい、してたんですけれども、まあ、そうだね、まあ、オールスターの時に ね、うん、ポロッとどうのこうのっていう話がね、うん、その漏れ伝わったっていうことは、うん、まあ、報道の中にもあったけどもね、うんうんうん、まあまあそれが現実となって、うん、まあ相思相愛で、うん、まあ、いけるっていうところがね、まあ、山川にとっては良かったのかなっていうふうに、うん、思うけどもね。ねえ、うん、まあまあソフトバンクとしてもねどうしても欲しかった戦力というようなところなんですかね。まあそりゃそうだね、うんうん、だからまあ本当に今年、レギュラーシーズンを1シーズン通して、まあ、山川がやってたとしたらホームラン王は堅かったね。なるほど。まあ、全体ホームラン王が今年26本かな。そうですね、うん、だからホームランの数っていうのがすごく低調だったし、うん、まあ低調いくら低調でも山川だったら30本、うん、まあ、40本は打ってたかなっていうような、うん、まあ、そんな感じもするしね。それに伴って、
40分打てば100打点、30分打てば90打点、うん、まあこういうふうな計算もある程度立つ選手だから、うん、だから得点力を得たということは非常に、まあ、ソフトバンクの方はねいい補強になるなというね、うん、まあそんな感じはするけども ね山川選手はもうこの後の野球人生っていうことをかけてね、うん、あのまた新しい山川穂高選手ということで、まあそうだな、ね、うん、まあいろいろ問題があってもね、うん、まあこれはもう本当になんて言うんだろうな、まあ、野球で恩返しするというか、うん、まあそういうことでしかできないからね、うん、あとは奉仕活動とかまあいろいろあるけども、それは本人のね考え方で、ただ本当に野球選手はグラウンドでファンに感動を与えたりだとか、うん、まあするしかないからね、山川が頑張ってくれるとは思うけども、うん、まあ俺は個人的な意見よ、個人的な意見は、うん、来年西武でね、うん、やっといて翌年 FA でね、うん、移籍するという、うん、まあそういった形が綺麗かなっていうふうには想像したんだけども、うん、まあね、ああいう問題を起こし、なんて言うんだろうな、居場所がなくなったのかなっていうような気もするしね、うん、だから本当に心機一転、うん、まあ、やりたいという山川の気持ちがあったんだろうけどもね、うん、まあそれはやっぱりこうね応援してあげたいし、あの頑張ってほしいとは思うよね。ね、はい、まあね、今度ね次のソフトバンクというとね、監督さんも変わったし、変わったし、うん、こうね補強ということではいろいろと選手もありましたけれども、うん、まあただ、ね、やっぱなんていうの、クライマックスシリーズ終わって、うん、もうその日のうちに監督をね、解雇しみたいな、うん、もうそういうスピードでね、まあ来季に備えてるソフトバンクだから、うん、だからもう絶対ここを監督に変えたっていうことはもう優勝が絶対条件だと思うんだよね、うん、まあ、そのために山川を取ったということだから、うん、まあ、山川もそれなりのプレッシャーもかかってるだろうし、ね、まあ、近藤がね移籍1年目でもう大活躍したようにね、うん、まあ、みんなの打線みんなの力がフルに発揮できたら、うん、まあやっぱこうオリックスの追っては一番手かなっていうふうには感じるよね。ね、巨人からねウォーカー選手もね、まあ取ったし ね, ね、だからまあウォーカーがそうだね、うん、ウォーカーが、うん、まあ DH で本当に使えるってなると、ね、やっぱウォーカーの長打力っていうのも生きるだろうし、うん、まあ守備を取り除いてやったら ねで山川ってファーストって下手ではないからね、うん、動きは若干ね悪いかもわからないけども、うん、ハンドリングだとかそういうものっていうのは非常にいいものもあるしね、うん、だからそういった意味では山川見るのは楽しみだなね、うん、また本当新しいソフトバンクっていう形も楽しみですよね。まあそうだね、ドスコイやるのかどうかわからないけどもさまあまあでもね、やるからには ね山川の本来明るいような、うん、そういう性格を見せてほしいしね、うん、まあ博多のファンを博多のファンの気持ちをがっちり掴んでね、うん、頑張ってほしいと思うけどもね、うん、はい、まあパ・リーグのホームラン王争いもますます熾烈で、うん、ね、まあそうだな、うん、まあ今年ねかなり、ね、3人、うん、何人か同時に取るというようなねことだったんで、ギリギリまでね、そこももうみんながこうね、一本差二本差っていうようなところで、まあそうだな、うん、だからこれ山川が本当にいたらどうだったんだろうなっていうね、ホームラン王争いっていうのがね、うん、まあでも、うん、ね、体も強いしね、うん、だからまあファーストで穂高、ソフトバンク、ユニフォーム、うん、うん、なんかイメージがわからないけどもあ、まあでもね、まあ彼が決めた決断だし、うん、ね、まあ本当に頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。応援しよう、まあとりあえず、まあ正式っていうのは、うん、まあ来週発表になるけどもね、はい、これはまあ間違いない情報で、うん、まあ発表をね楽しみにするのと、また人的やな誰になるのかとかね、そこですよね、あ、まあそういうこともあるし、うん、まあこの話題はねまだまだちょっと追っていきたいなというふうに思ってます。はい、はい。